はい、これ電磁石の実験ですけど、電源装置と電流計のちょっとつなぎ方を確認します。電源装置の赤プラスと電流計の赤プラスをつなぎます。そしてこの黒い線の側ですけどね、電流計の最初は必ず 5A5 アンペアのとこつないでください。あとは一つの輪っかになるようにここ電磁石を通って、そして黒い線マイナスの側に、このように一つの輪っかになるようにつないでください。では電気流してみます。電源入れます。乾電池2個で3ボルトなので、ちょっと乾電池2個分の電気流してみます。左側見ててください。これで乾電池2個分です。まあ、電源の大きさはここでも分かるんですけど、正確に読むために電流計つないでます。まあ、2アンペア以上の電流が流れているのが分かると思います。はい、ちょっと方位磁石に注目してください。今電気流れてます。ちょっと電気切ってみます。この針が動いている様子が確認してもらいます。はい、これ3ボルト。電気今止めました。はい、電気流しました。針が動いてますね。はい、これ回しすぎちゃうと、ちょっと安全装置が働いて、これランプつきますから、もうこれ以上電気流れないようになってます。これ今止めた状態です。